いまでガーンと上がります。やっぱホンダのエンジンやな。はい、というわけでやってまいりました。今日はこちら、S660 モデュロ X ということで、いやもう今ね話題沸騰中ですよね。なんとね S660 残念ながら2022年の3月で、生産が終了ということで、もう問い合わせ沸騰中の車になるんですよね。しかもモデュロ X のバージョン Z が、めっちゃ売れてるということですよね。S660 は2015年の4月に販売開始して、まあ、累計販売台数はね3万台以上売ってるという車になりますね。ちなみにねこれ試乗車になります。こちらモデュロ X ねなかなか試乗車置いてるとこ少ないんで、ぜひともホンダカーズ大阪東花園店さんにね来てくださいね。ちなみにね価格は6速マニュアルで304万2600円になりますね。CVT でも同じ値段になります。いやちょっとこれもう外装を見るだけでねもうワクワクが止まらんっていう感じだな。あれこんなんついてたのかなっていう感じの、この小さいリアスポイラー、土屋圭一さんがね監修して走り込んで作られたこの空力マックスですよ。そういった車になります。でこのホイールね、モデュールのこの S660 のこのホイールってねしなるらしいんですよ。なんかホイールがしなるって意味わかんないですよね。モデュールのサスペンションがついてたりとか、もうやっぱね、モデュール X はね、やっぱその走りを極めてますよね。っていうかね、もうこのモデュール X もう価値上がりそうなんで、もうこれ以上ノーマルでぜひ乗っていただきたいという車になります。あれ、バージョン Z もね、もうそのうちね、注文殺到してもう買えなくなるかもしれないんで、早めにね、全国のホンダカーズの方で買えますので、ぜひとも、早い者勝ちだという感じで、もう問い合わせください。で、ほら、これちょっと内装を見ていこう。アルカンターラなんですよ。ほら、これハンドルのとこ見て、これ。あ、で、こう赤いんやな、モデュール X って。ちなみにシートはこんな感じ。モデュール X の刺繍がありますね。お邪魔します。低い。これね、ドロップ型のシフトレバー。すごい。あ、こっちのが、やっぱこう、指でこう、こうするから、やっぱ丸っこいのよりは、操作性がええんかな。いやー、やっぱ男心くすぐるわな。乗った瞬間な。実はね、こちら、ホンダカーズ大阪東花園店さんね、S660 の、中古車がなんと2台もあります。これね、アルファで、176万8000円ね、こちら。令和3年の11月まで車検がついてます。1万3000キロ乗ってますね。でこちらは、228万8000円ね、グレードはアルファ、車検はなくて、1万4000キロの車になります。あれなんですね、この結構値段差があるな。そっか、こっちはなんかいろいろ、あ、無限パーツがついてる。無限エアロ、無限ハードトップ、レザー調カバー、純正ソフトトップ付き、テインの車庫調か。そうか、これテインの車庫調ついてるやつだったわ。あ、結構このね、ハードトップがね、高いんですよ、無限のね。ちゃんと無限って書いてるでしょ。こういうのね、結局足していくとこれぐらいの値段になるということですよね。あ、後ろもかっけえな、こんなんなっとるわ。さあ、モデュロ X やっぱええな、なんかツヤっと感がちゃうような気がする。え？あ、そっか。これテールランプが違うんや、こう赤でしょ。ほらこれあれクリアやったのね、あなた。へえ、違うんだ。ちなみにこれリアにエンジンあります。こんな感じ。いや、まあ660なんでね、可愛いエンジンがついてるんですが、いや本当にねこれ660なのかというようなエンジンになってますね。でこれ無限の5段階まで、調整できます。そんなこんなで300万円の軽自動車今から乗ってみようと思います。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。
ホンダ S660 モデューロ X ということで今試乗の方しております。いやーこのやっぱこのオープンカーってね憧れですよね。いや今日サングラス持ってきてよかったわ。これこんなんやけど、いやもう暑い。今3月なんですけどもうねこれ真夏のような暑さ。いやーもうこれワクワクしかないですよね。もうひたすら楽しい遊び車、しかもモデューロ X。 いやーすごいね。いやこれ300万で買えるってコスパいいと思います。普通のアルファで220万ですからね、めっちゃコスパいいと思いますよ。K っていうだけの話で、もうそれ以外はね、もうかなりのこれスポーツカーなんですよね。おお。いや、本当にさっきからこれ本当に 660cc なのかというね、感じがします。で、足回りね。そんなに硬くねっていう印象ですね。っていうかね、このシートは結構硬い。というか薄い。私ね、お尻に財布を入れるんですよ。そうなると結構ね、この財布がお尻を圧迫するっていう感じがします。シビックタイプ R のシートは、もうちょっとやっぱね、あれ大きいんですかね。シート自体が大きいっていうのもあって、まあそれに比べると、だいぶこのモデュール専用のシートにはなるんですが、それでもやっぱちょっと硬さを感じますね。っていうかこの低い。タイプ R より全然低いわ、これ。もう路面スレスレ走ってるって感じ。結構エンジンの鼓動がね、ダイレクトに来ますね。やっぱこの背中がね、どこどこ言います。こういう体験もね、多分これ S660 ぐらいじゃないともう体験できないんじゃないですかね。まあNSX とかありますけどね。あれはちょっとね、リアルに買えるスポーツカーじゃないんで、まあ買える人は買えると思いますけど、この辺になると S6 ぐらいだと一般の方も普通に買える値段なんで、そっか、これシートヒーターもついてんの。そうそう、これ冬ね、シートを温めといたら結構冬でもね、オープンにしていけます。まあ、エアコンとこのシートヒーターで十分ね、もう真冬でも、ちょっと頭が寒いかなっていうぐらいで、ちょっと渋滞だわ、渋滞だわ。で、意外とね、普通の、このモデル X じゃないやつでも、このハンドル、アルカンターラ使ってたり実はするんですよね。実はそういうね、今度のマイナーチェンジでいろいろ良くなってます。なので、意外と普通のアルファも狙い目なんじゃないかなと思いますね。70万の差ですからね。これ300万のお車になります。まあでも、モデュール X 買うんだったら今度のバージョン Z ですよね。もし買えるんでしたら、あれプラス10万ちょいやったかな。で買えるんで、絶対そっちの方がね、いいかなとは思いますけど。ただね、試乗車とかないので、この車試乗車なんで、ちょっと買う前にね、一回乗ってみてはいかがかなと思います。で、ぜひともこのホンダカーズ大阪東花園店さんでね、注文していただいたら、本当にいいと思うんですけど、で、このモデュール X ね、やはり、このホンダアクセスが、土屋圭一さん、ドリキンさんとね、すごい開発を重ねて、出した車になるわけなんですよ。なのでやっぱね、すごいセッティングがかなり磨き上げられてるなという感じがしますね。さっきね、ホイールがしなると言ったんですけども、実際しなるらしいです。で、それもね、この乗り心地に対してだいぶ影響があるということらしいんですね。で、乗った印象ね、なんか硬すぎないなと思ったんですよ。モデュール X の、サスペンションとか入ってるんですけど、まあこれちょっと今設定どれにしてるかわからないんですが、そんなに、普通に乗れるって感じ。なんかガチガチじゃないんですよね。本当にね、なんかガチガチすぎると結構わだちとかでこう跳ねたりするんですよね。高速道路とかで、結構スピード出てる時に、跳ね上がると怖いんですよね。めっちゃ怖いんですよ。まあただこの S660、欠点がございます。いやー、フロントにね、ちょっとだけトランクスペースがあるんですけども、それがね、まあ狭いことすまき状態にしてフロントのそのトランクスペースにしまえるんですけど、それを収めてしまうともうどこにもスペースがないんですよ。もう後ろエンジンですしね。
なので、まあ、助手席がトランクといった感じですかね。まあ、もし彼女さんとか乗せるときはもう膝の上にバッグを乗せるといった感じになりますね。いやこれもっとこう、あこんな感じか、もっと腰まで、まあ、なんとなくこう体勢こんな感じですよね。ちょっと腰をこうスポーツカーにいわゆる乗る感じのこうほら腰をぐっとね、あの前に倒して寝そべるように乗る感じですね、この車。あこれがドライビングポジションや。あ頭入った。よかった。私ちょっとぶっちゃけると座高1メートルあります。それであこうやって乗るんや。もうちょっとだけ後ろにできたらいいな。あまあでも乗れんことはない。よくコメントでね、私180センチですけど乗れますかっていうね、おすすめしませんってよく言うんですけど、あこういう乗り方があったわ。ただこれちょっとさらに巻き込み確認がね、もうミラーでしかできないぐらい、あまあギリ見えるかどうかっていう感じですけど、あなるほど、こうやって乗ったらあめっちゃ見やすい。スピードメーターとか、すげえ、6000回転ぐらいまでガーンと上がります。やっぱホンダのエンジンやな。やっぱ回転数を上げて楽しむっていう車ですね、この車は。いや本当にね、ホンダのエンジンを楽しみたければこの S660 を乗れといった感じですよね。いや中古車もねまだ、売ってますので、まだチャンスだと思いますよ。あの値崩れねそんなにしないと思いますので、あのぜひともホンダカーズ大阪東花園店さんにねお問い合わせください。そしてね、私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。これはええ車だわ。